メレの戦いは、オーストリア継承戦争中の1745年7月9日、ホントノワの戦いの後に戦われた、国事証書を承認する諸国の同盟軍と、フランス王国軍の間の戦闘。モルト家中を率いる同盟軍は、主な補給基地であるヘントに軍を送って、守備を強化しようとした。デュシャイラ率いるフランス軍は、スヘルデ川の南、メレの近くに、 共闘法を作ってヘントを孤立させようとした。同盟軍は多大な損害を出して撃退され、ヘントは直後にフランス軍に占領された。フランスがフォントノワの戦いで勝利、トゥルネーを占領すると、モーリス・ド・サックス元帥は、同盟軍の弱点を利用して皇軍、ブリュッセル、ヘント、フランドル、ブラバントなどを脅かし、同盟軍の総司令官カンバーラウンド公に、 どの町を守備するかを選ばせた。同盟軍の弾薬庫と言えるのはヘントとブリュッセルだったがブリュッセルの弾薬が使われたのに対しヘントの弾薬は保留とされたためヘントの価値はブリュッセルより大きかった。しかしカンバーランド港はブラバントとブリュッセルを軍で守ったのに対しヘントには中流軍を増やし補給をヘントから運び出すよう命じただけに止まった。サックスは デュシャイラオヘントとアールストの間にあるメレという小さな町へ偵察に派遣した。彼は、ノルマンディーとクリオン旅団からの4個大隊ずつ、グラサンの文献隊、ケイフヒョウ、ベリー、ロワイアル・エトランジェ、デュロワキヘイ旅団からの計24個大隊を率いた。アールストとヘントをつなぐ、道の周りに軍営が建てられ、大砲、約20門とポンツーム20隻があった。 ノルマンディ旅団からのニコ大隊とクリオン旅団の一部はスヘルデ川沿岸とヘントへの道に散らばっていた。リューシ舎イラは軽部隊のグラさんをアールストへ派遣、偵察を行った。カンバーランド号はモルトケにできるだけ多くの部隊をアールストからヘントに送り、ヘント中流軍を増強させるよう命じていた。モルトケの軍はトマス・ブライ順将率いる旅団で3個不評連隊で、 構成されたすなわち、ロイヤルスコッツ、ブライの第20不評連隊、ハンダサイドの第16不評連隊であった。騎兵は、リッチの第4竜騎兵連隊の3個大隊と、ハノーファー騎兵の2個大隊とアデレブ戦の竜騎兵、そしてオランダ騎兵の5から6個大隊の竜騎兵、オーストリア騎兵の2から3個大隊の竜騎兵、及び、オーストリアのフザール300人だった。 フランスのノルマンディ旅団1745年、イギリスの第20不評連隊1740年代。7月9日、グラサンの軽部隊は東のアールストへ進み、アールストから西8マイルほどでメル近くの要塞シャトとマッセマンを占領した。モルト家はロイヤルスコッツを派遣して、それを攻撃、激しい戦闘が起こったが、 大砲がなかったためグラサンを追い出すことができなかった。ロイヤルスコッツは同盟軍に合流し、モルト家はブライに知らせずに、グラサンを帰り見ず、ヘントへの道を進むことを決定した。グラサンから同盟軍が前進したという知らせが届いたにも、かかわらず、デュシャイラ軍は散らばったままで軍営を立てようとしていた。大砲に注文は道に沿って、北向きで置かれ、 軍用氷やポンツーンが積まれた台車はその後ろに置かれた。コントローデというスヘルゼ川につながる小川にある石橋は守られず、道の川にある周囲に城壁を巡らした、小修道院は、わずかな軍勢で占領されているにとどまった。ノルマンディ旅団の一個大隊は、メレの西に配置され、クリヨン旅団も周りの城や農園などで、宿ありしたりして散らばっており、そのうち一個大隊は、 橋の西にある道に配置された。両軍とも突然の接触で不意をつかれ、フランス軍は軍営を立てている最中に同盟軍が到着したことに、同盟軍はフランス軍の規模と位置に驚いた。モルト家はロイヤルスコッツ不評650人と、騎兵約1050人で計約1700人の前衛を率いて橋を渡り、19時頃に突撃して、クリオン旅団の大隊を追い払った。 続いて急いで前進して、大砲を旅客したが、戦闘の準備がなされていなかったため前者が、砲画から外された状態にあり、活用できる状態になかった。ラバルコーは、クリヨン旅団の1個大隊を率いて、ポンツーンと軍用合理の後ろから到着、ロイヤルスコッツの部隊との戦闘に入り、直後にクリヨン公爵率いる2個大隊が駆けつけた。地形が、騎兵に不利だったため、 同盟軍の騎兵は、ロイヤルスコッツに加勢することができなかった。そのため戦闘は、マスケット銃の銃撃戦となり、モルトケは、フザール、リッチの竜騎兵、ハノーハー騎兵の一部を率いて、ヘントへ急いだ。しかし、竜バリー連隊の騎兵の小さな文献隊により、足止めされている間に、ノルマンディ旅団の一部が来てしまい、モルトケは、街道から外れざるを得なかった。 フランスの大隊に後ろを塞がれたため、モルト家は全軍と共に、ヘントへ全速で前進、周りに散らばったフランス兵と銃撃を交わしつつ、渋滞の残りを放棄して、結果的には、ロイヤルスコッツの400人を含む、全英の半分近くを失った。その頃、ブライは、第20不評連隊やいくらかのオランダ騎兵と共に、月、ハンダサイドの、 第16連隊や残りの騎兵が続いた。モルトケが去ってしまったため、ブライは、不評約1450人と、騎兵約1000人の指揮を取った。先の戦闘と、同じく、地形が、両軍の騎兵にとって不利で、全軍を展開するに適さず、フランス軍が正面と、両側から銃撃してきたため、ブライは、コントローで小川の後ろにある道の南まで交代した。この時、 彼の軍勢の中央部の大半と左翼は森の後ろにおり、右翼は小修道院の側にある高まった街道にいた。これにより、小修道院の壁の後ろに隠れたフランス的弾兵からの攻撃は遮蔽され、地形も騎兵突撃を自然と防ぐことができた。連隊は戦列を形成、騎兵の援護を受けつつ前進して、フランス軍と戦った。竜舎以来は、 おそらく5個大隊約2000人で反撃に移り、砲兵とフランス機兵の大半が支援した。両側が下記の応酬をしている間、モルトケが無視したグラサンの軍勢が、ブライの後ろについて、軍用合理と補給を略奪、さらにアールストへ撤退できる道を封鎖した。全滅の危機に直面したブライはそれを避けるべく、軍が少し混乱してでも、 森や平原を抜けて南東へ向かい、アールストに着くまで明らかな道を避けたが、すべての軍用合理を失うなど多大な損害を出した。同盟軍の敗北により、ヘントは支援を受けられなくなった。サックスは、レーヴェンダール白爵率いる1万5000人を追加で派遣して、ヘントの包囲を完成させた。レーヴェンダールが砲撃を始めると、ヘントの町は7月11日に降伏。 大量な補給やイギリス兵700を含むオランダの中流軍はフランスの手に落ちた。捕虜になったイギリス兵は第1不評連隊、第23ロイヤルウェルシュフュージリアーズ連隊、リッチの竜起兵の生き残りの大半を含む。ヘントの城塞も15日に降伏した。直後の19日にはブルーヘとアウデナールデが占領された。ありがとうございます。